さあ始まりました。広田雄大の町田百人対話始まりました。よろしくお願いします。お願いします。いますはい、えー、今日のゲストは、えー、探究フリースクール町ラボのインターン生のお二人に来ていただきました。リネ先生とレナ先生です。改めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お一人ずつ簡単に自己紹介をお願いします。うん、はい、えー 町ラボでインターン生として働いております大学2年の斉藤リネと申します。よろしくお願いします。お願いします。と同じくインターン生やってます。大学1年生の船橋奈です。お願いします。お願いします。あ二人はどうしてその大学の在学中にその子供に関わる活動を始めようと思ったんですか。あじゃあリネ先生から。 はい、えー、私は、えー、と将来雄大先生みたいなフリースクールの運営に携わりたいなって思っているのですがあ,のあまり大学の実習だけだと不登校の子どもたちと関わる機会ってなかなか持てないんじゃないかなって考え始めた時にボランティアサークルの先輩から「まちラボのインターンの募集が来てるよ」っていうのが見て、まあ私がまさにやりたかったことだって思って。うん まあ、大学の貴重な経験を、まあ、この活動にやってたいなって思いました、うん、ありがとうございます実際活動してて勉強になってる <laughs> はいあのとてもそうですね生で子どもたちがどう成長してってるのかとか、うん、どのようなことを通じて自分の将来を見出そうとしてるのかっていうのが見れて、うんうん、とても勉強になっています、うん、ありがとうございます レナ先生はどうして大学の在学中にまだ1年なのにあのこういうい形でで子供に関わると思ったんですか、えっと、私は子供と関わるのがすごく好きで,でそういう経験って今この大学生の時期にしかできないなと思って、うん、の普通に社会人とかになっちゃったら平日とか会社に行かなきゃいけないとか、うん、そういう時間が取れないなと思ったので、うん、今大学生の時に。 やりたいなって思いました。はい。なるほど。でも自分が楽しむってすごい大切なことですよね。実際活動されてた、たえー、されてて楽しいですか？はい、すごい楽しいです、ね。子どもたちとたくさん関われるし、うんうん、話せるし、すごい盛り上がれるし、<laughs> 楽しいなって思います。ありがとうございます。もう最近ではいたずらにもハマってるってことで。<laughs> えー、あのじゃあ今後なんか将来にこの活動を生かしていくっていうこともちょっと含めて考えてるんですかね二人とも。うん、はいおなるほど。今のところ何か将来こういうことをしたいとかって決まってますかあの三江先生は先ほどちらっと話してくれまってますかと、うん、私は将来地域貢献をしたいなと思っていまして。<ー>そう地域となんか 関わって、うん、そのなんだろう貢献していきたいなと思ってます。なるほどね。はい。地域貢献、子供に関係なくても地域貢献していきたいっていう主に子供をメインでやりたいなと思っているんですけど、うん、年寄りとかにもちょっと興味があるので、うん、全体的にやっていきたいなと思ってます。なるほどね。まあでも地域全体に関わるっていう仕事たくさんあるもんね。うん、でその中で例えば今あの子供たちに関わるってる。 関わるっていう活動を通して得たことって絶対に将来的にも何かあの役に立つことだと思うからすごくあのいい体験ができてるんじゃないかなって思いますなんか実際に教育現場入る前と入った後でなんかこんなに印象が変わったとかなんか逆にこういうことに気づけたみたいなポイントがあったらちょっと聞かせてもらいたいですあなきゃないでいいよ <laughs> 先生どうもうも一回質問のんかやる前とやった後ででんかギャップ感じたこととかなんかそのイメージと違ったなっていうこととか例えばさうちって不登校生支援やってるけど今まで不登校生に対してこういうイメージだったけどなんか実際こうだったみたいなのがあったらそうですね、うん、まあ不登校時の支援っていうこともあって最初は来る子どもたちがやっとその家から、うん 一歩離れた場所で活動することもあってもうチラボに着いた時点で割と何をするって言っても何でもいいみたいな答えが返ってくるんじゃないかなと思ってたんですけれどもあのインターンの回数を重ねていくにつれて今日はそうですね「人狼をやりたいよ」とか「外で遊びたいよ」って積極的に子どもたちがすごい自分がああしたいこうしたいっていうのを言ってくるのを見てすごい。 今まで考えてた不登校児の姿っていうの見方が変わりましたねそこが一番のギャップじゃないかなと思ってますね。はい、確かにねなんか最初の方はあんまり積極的じゃない子でもしばらく席を置くことによってすごい積極性出てくるもんね。 今日もなんか全力で鬼ごっこしたり、そうですね。フリスビー投げたりとか、誰馬さんが転んだしてみんな楽しんでましたね。ねちょっと俺も二十七にもなってなんでこんな全力で走ってんだろうって思いながら <laughs> <laughs> やらせてましたけど、楽しいしね、単純に。嬉しかったですね。<laughs> なるほど。先生はどう？なんかその実際やる前とやった後で、そのこんなイメージが違ったとか、なんかこんなことに気づけたとかって。 と結構人,人と関わるのが怖い子たちが多いのかなって思っててうん、うん、で普通になんか話すのも結構抵抗あるのかなって思ったんですけど普通に会話できるし、うん、なんか人と関かわかるのがなんか怖いとか言われなかったら気づかないし不登校だって言われなかったら分からなかったとかそのこっちから見て思えなかった部分が結構あるなって思って。 確かにねなんかその不登校って、まあ、もちろんいろんな子どもたちがいる中でなんかそのステレオタイプに考えるとすごい引きこもりの子のことを想像したりとか,なん,かなんか積極性がなくてなんかいかにも不登校みたいな感じのことを想像しがちだけどでも実際そんなことなくてなんかもう月並みな言い方しちゃうと普通な子たちなんだよねっていうことになんか気づいてもらえたのはすごく嬉しいなって思います。 でなんかこの探究フリースクールマナーあの町ラボで得た学びを今後こういう風にしていきたいみたいなのがあったら一人一言ずつ言ってもらってあの最後にしたいと思いますじゃあリネ先生からお願いしますはい、えー、私はこの春から大学3年生になって、うん、いろんなところで実習を行わせていただくんですけれども、うん、まあその実習の前にこういった形で、うん、まあ教育 領域の心理職、うん、心理職まではいかないんですけれども、うん、まあ子どもたちの関わり方とか、うん、その様子をまあ観察できるっていうそうですねちょっと実習の関係で今後あちらボにインターンとしてやってくるのはちょっとまあまあぼちぼちになるかもしれないんですけどまあ この活動は、続けていきたいなと思っています。ありがとうございます。すごい、続けてくださるということで、嬉しいです。じゃ、あれな先生、お願いします。はい、と。<laughs> と。私は、これから2年生になって、忙しくなると思うんですけど。うん、それでも、なんだろう。私、結構、人見知りで、人と話すのが。ちょっと怖いなって思う部分も。あるんで、うん、あったんですけど。 この,この活動を続けていっていろんな人と関わって話すことで、うん、結構これからなんか地域の人と関わろうと思ってるので、うん、そ,のそのための結構大事なことだなって思えるので続けていきたいと思うしそれに使えるなって思いました。いいね なんかまあインターンって形で2人とも活動してくれてるけど、まあ、インターンってそんなにその給料が出るわけじゃないしなんかそのバイトみたいにその儲かるわけじゃないっていうところでなんか俺がみんなに対して提供できる価値って成長が。 だだなって思ってて思るんだよ、ね、そのお金的な価値提供ではなくやっぱ成長的な価値提供とかあとはそのこのインターンを通してその培った人間関係とかがなんかみんなに対しての最大の報酬なのかなって思ってる中でなんかそういう形でその自分自身の成長にもつながるとか,なんか自分自身の将来にもつながるっていうふうに思ってもらえたっていうのがなんか非常に今聞けてよかったなっていうふうに感じています。はい ということで、えー、今回のゲストは「探究フリースクールマチラボで現在インターンとして活動していただいている現役大学生のお二人にお越しいただきました。ごご聴ありがとうございますじゃあね